ジョックとオタクが作るシークレットルームね。どんな秘密の部屋が欲しいんだ？これが欲しい。あっという間にあなたのシークレットルームは出来上がりだ。おっと、こんなはずじゃ。ちゃんと直すからさ。めちゃくちゃにしただけよ。警察を呼ばなくっちゃ。こいつら大丈夫よ、ミア。こいつらを無所に連れて行くよ。バイ、ルーザー。横向いて、マイル。さあ、反対側。もう十分だ。あんたたち、独房に行くよ。あんたはここよ。ようこそ。連絡くるな、スージー。おい、オタク、お前はここじゃない。オタク保護サービスに苦情申し立てるよ。2階に上がってろ。ありがとう、スティーブ。かわいいひよこが載った雑誌があるのに、誰がこんな本いるか。ねえ、スティーブ、デートかなんかしてんの？誰と話してんの？誰も？なんか言いたいことあんのか？逃げる計画がある。おお。カレンダーをチェック、スージー。4本の棒。ついに彼らは釈放ね。今日だ、どうしたの？爆発だ。おい、アインシュタイン。鉄格子はびくともしねえじゃないか。どうしたの？スティーブ、あんたにはお似合いね。さっさと直しなさい。あんたもね、オタク。爆発しか脳がないの。早く立て方教えてあげるから。さあ、パートナー、やるっきゃないね。ねえ、ミア、毛布なんていいからちゃんとやって。よくやるぜ。まずはこのゴミを全部片付けよう。ドリルがいるね。おっと、危なかった。ふう、やっと片付いた。次は早速立ててっか。ああ、ここにあったの、お気に入りのリップグロス。いい？あんたたち、刑務所で一番かっこいい女子は誰？ああ、私の帽子。うわ、彼女たちやるじゃねえか。ねえ、これがシークレットルームよ。わかった？ほら見て、完成品がどんなんだったか見たでしょ。今度はあんたたちの番、わかった？ただのゴミじゃん。ちゃんと見てなかったの？何が言いたいの？これが俺のプランだ。いや、僕の方がいい。そうじゃない。ちょっと待って。あんたたちのアイディアを合体させたらどう？ああ、なるほどな。じゃあ、取り掛かって。早く。今から？わかったよ。何時だ？反対の腕だ。バカか。片付けるか。ねえ、こうすればいいよね。布を手に取って、そして洗剤で。最高だぜ。さあ、立てるか。俺のハンマーはどこだ？はっ。僕も欲しい。こっちに来い。うわ、ああ、おったく。本がそうやって使えんのか？ノコギリが大好きなんだ。爪ヤスリはどこだっけな。あったぞ。マッチョチェーンソー。おい、どうした？パワーソーだから。パワーいるぞ。これでどうすか？差し込んで。ほーら、うまくいった。ねえ、スティーブ、しりとりをしよう。どうやって遊ぶんだ？ほら、僕はナード、つまりオタク。だから次の言葉は D だね。前のコメントの最後の文字で始まる単語、コメントしてください。急いでね。待ってます。
かなりいい出来じゃないか。試しに。ちょっと待って。わかった。僕が横になってみるよ。いや、どけ。お前は下だ。俺が上に。ねえ、何グズグズしてんの？仕事しなさい。あんた落ちればいいさ。おお、欲しいものあるじゃん。テディ、二度と自由の女神像を触らないで。わかった？何なの、スティーブ？何でもない。おお、ハンサム。私を見つめてるの？これいる？いいよ、使っても。おっと。何やってんだ、数字。ゴールドは俺の色だ。どのドーナツを食べようかな。これ？どうして私はリンゴなの？ミア、どうしたの？なんて甘いドーナツ。ほっときましょう。この匂いは何？インスタの誰もが俺を知りたがってる。素晴らしい。なんだ？ねえ、誰？この足か。それがどうした、オタク？うわあ、このゴールドの壁活かしてる。僕も欲しい。予算は段ボールしかカバーできない。これって環境に優しいんだ。暴力的な奴らは全員逮捕したわね。ジョック・スティーブ、オタク・アレックス、さすが私たち。あ、違う。ガイノはジム・ジュニア。ゲンで超臭い。インパクト強すぎ。ここの匂いは誰？スティンキー・ジム・ジュニアよ。棒が欲しいな。これがいいか。もらっていくよ。ありがとう。ラッキー。サイズはぴったり。この音は何？いけいけ、いいぞ。おい、何しやがるオタク。ボールが欲しい。ここまでおいで。俺の宝だ。この依頼はネイルにマッチするよ。このマーカーをあげる、オタク。あなたにお似合い。はは、こりゃもれ。オッケー、マーカーでペイントだ。デザインの成功のための公式。あの連中はまた。ごめんね、後で食べるからね。ドーナツ、ここに隠しておこう。ドーナツ、ここにある。あー、開かない。そうか、あの二人は金庫破りの名人じゃない。ねえ、これ開けて。簡単さ。いや、ダメだな。あの公式用だね。ドーナツが X なら鍵は Y。 オープン。うわ、ありがとう。気楽に言ってね。クールなフォーミュラパターンをチェックして。うわ、命中。命中ならいいけど。あそこにターゲットいるじゃない、スティーブ。ピース攻撃よ。スティーブは永遠に私のもの。ヘイベイビー、いって。さあ、スティーブ、これでロックパーティー。ギターをちょうだい、タフガイ。パーティーは警官だけなの。俺の大事な指。天井、ネオンに落書き。完璧。文学は世界を救う。壁は知識の宝庫だ。居心地のいい雰囲気のラグをつけて。ここに本のランプ。
プレイステーションって最高。終わったか？うん。また眠ってる。しかも熟睡。起こすか。違う、ビーカーがいいんじゃない？目を覚ませ。え、何今の音？いいこと思いついたぜ。このチェーンはバッチシ、悪くない。この女性たちはこっちへ。うう、もう少しデコラしたいな。ゲームをしよう。いやー負けだよ。あーズルするな。ほらよ、お前の勝ちだ。ありがとう。あんたの番だよ、オスカ。違う、そうじゃない。間違ったのはあんただ。よろしいかな、チェックメイト。さあジョニー、それちょうだい。やったね。これ持ち込むの大変だ。おい、どこで何をしてる？もしもし、デリバリー入ってきな。支払いはこれで。ご注文の品です。手を離せ、俺が注文したんだ。あーこれだ。うまい。秘密の牢屋もいいもんでしょ。ナイスアイディア。中に入って、アレックスジュニア、楽しんでね。さあセキュリティチェック。どうしてだ？違法なアイテムを探してるの。おっと間違った。ここでセキュリティチェック。隠したって無駄よ。見つけた。ああ僕のドーナツ。あれ、アレックスはどこ？ミア、アレックスがいないの。よくやったオタク、うまく逃げたな。その格好は何？日付を見たか？4本目の棒があるだろう。脚本ってことだ。どこにも行けないわよ。落ち着けよ、家を建てたんだ。俺たちを解放する時だ。これって紀元前10世紀のポップ糸じゃない？でも触っちゃダメみたい。気にするな、ちょっとだけだよ。逮捕します。よう美人さん。はーい、じゃない、刑務所行くよ。わかってます、行きます行きます。さあここに立って、メラニーはいいから。はい、スマイル。私も一緒にいい？ねえ、私をハグしてよ。私もセルフィー撮りたいな。こんなマッチョさんめったに来ないもん。オッケー、官房に戻って。はい、あんた適当に立って笑って。まあどうでもいいや。いい写真ね。でもこのお宅は何？やあメラニー、元気かい？ん？じゃあこれならどうだ？まだダメか。ああスティーブ、どうしてそんなにかっこいいの？電話してね。やあメラニー、
僕のこれはどう？アレックス、あんたはね、それ私の手錠返してよ。消灯時間だからもう寝て。おい、アレックス、起きろ。怖い話をする時間だ。学校で起こったことなんだけどな。アレックスっていうオタクが落第したっていう話なんだ。僕も他の話を知ってるよ。ずーの朝だった。ハンサムセイブが鏡を見たら、なんと顔中にニキビができてたんだ。それは怖すぎる。さて寝るか。さあ入って、お仲間が待ってるわよ。誰かタトゥーしないか。マッチョマン、どうだ。これじゃなくって。わかった、できたぞ。これでみんな俺がボスだってわかるな。僕もいいかな。もちろんだ。クールなのを頼むよ。じゃあこんなのはどうだ。メラニー、このタトゥーどうだい。あんた負け犬、お似合いね。は？何？負け犬オタク？プラトン、腹筋は大事だって知ってた？本当の哲学者はパワーとマインドで腹筋を鍛えるんだ。さあ来い。硬い腹筋だろう。もっと強くてもいいぞ。行って。まあよく頑張ったな。プラトン頑張るんだ。おお、すごい腹筋だ。この夏注目されるぞ。お腹空いたな。オレンジでも食べたいな。お、オレンジが届いた。マジックだ。この窓、願いを叶えてくれるのか。新しいスマホが欲しい。本当に来た。あとは何をお願いしようかな。キーだ。お、すごいキーだ。最高のマッサージができるぞ。スティーブ、そのキーで開けて逃げられるんじゃないか。ほんとだ、開いたよ。よかったな。今度はアラームをオンにしよう。何逃げようとしてんのよ、戻って。スティーブ、もう少しここにいてね。ここを曲がったら、あとはまっすぐ。ナイス。最終確認をしよう。ここを通ってこっち、まっすぐ降りてくる。よし、パーフェクトなプランだ。待てよ。そうだ、俺はこれで筋肉を鍛えて自分でバーをこじ開けてやる。それこそパーフェクトプランだ。ここは狭いな。ん？やあ、元気かい。よっこの看守さん、俺の友達はどこだい。最初の看板、ありがとな。ふぅ、
よう、会えて嬉しいよ。痛いな、ここで何してるんだ。これを見てみろよ。おい、オタク。ああ、今日はデートだった、忘れてたよ。そうか、こうしよう。俺の代わり頼んだぞ。ありがとう。夜の見回り、異常はないかな。オタク、オッケー。マッチョ、オッケー。いやー、参った。君の勝ちだよ。身代わりありがとな。ピーター、行かないでくれ。仲良くなれたのに。あんたたち、食事よ。もうちょっといいものないのかな。メラニーちゃん、わかった、待ってて。じゃあピザはどう。私が作ったの、気に入ってくれるかな。よし、作戦開始だ。お、意外と簡単だな。アイパー、君が好きでたまらないよ。愛のキスを。で、俺を出してくれないかな。何言ってんの、バーを元に戻して。ねえ、君のこと好きなんだ。私を？そうなの？あんたに話してるんじゃないよ。僕の彼女はアンジェリカだ。もうダメだ。ここで死ぬしかない。おい、何をどうやって数えるか忘れたのか。俺たち、もうやることはやったぞ。そうだな。ねえ、ちょっと。僕たちを出してよ。あれ見て。うん、ダメね。時間だ。見ろ、イケメンだ。ティーブ、早く。あと少しで自由だ。最初はグー、じゃんけんぽい。負けた、どうぞ。オッケー、さよなら刑務所。警報だ。行動レッド、脱獄。心配しないでオタク、隠れよう。どうしてそんなに弱いの。こっちだ。ああ、本物のプロは騙せないぞ。中に入ったな。誰だ。ああ、僕か。他に何か用か。忙しいんだ。どれどれ、あの二人じゃないか。探そう。ふう、終わった。かなりいいな。これ見ろよ、オタク。お金持ちだ。待って、いいアイディアだ。このタトゥーショップにいよう。どうして、なんで私たち置いていったの。
あんな筋肉他にないわ。悲しすぎる。ちょっと落ち着いて。24時間以内に捕まえないと。さあ行って。ねえみんな、私たちのアイドルがどこに行ったか知ってる？コメントしてね。あなたの力が必要なの。ねえ。ああちびっこ、どうしたの？かわいい蝶とか見せるわ。これをしてほしいの、お願い。本当に？わかった。もう終わった？動かないで、もう少しで。はい、できたよ。ありがとう。そうそう、こういうのがしてほしかったの。ねえ、お金払って。へい、タトゥー入れてほしいんだ。こういうデザイン、男の中の男。わかりました。あー男らしい痛み。ありがとうアシスタント。何を入れてるの？ユニコーン。俺様のタトゥーを笑うな。ありがとう、釣りはいらねえ。こんにちは。私のお気に入りのインスタの写真、こんなタトゥーが欲しいの。わかりました。リラックスして、痛くないよ。痛いし怖くて見れない。できましたよ。何？インスタ？うわぁ、本物そっくり。ありがとう。タトゥーして。もちろん、まずお支払いを。そうなの？これしか持ってない。これだけ？でも、どうにかしましょう。わあ、思ってたよりずっといいよ。どうもありがとう。では、人気者と。ねえ、もう一人はどこ？どこだっけ？確か、ここにあるはず。見つけたわ。ねえ、パイパー？何してるの？愛してるわ、スティーブ。何？ごめん、私がやるわ。では、どうやって？考えるのよ。考えて、スージー。何？ごめん、ごめん。罠をかけましょう。彼らの好きなものを使って、人気者とオタクを捕まえるわ。刑務所に直行よ。いいアイディアね。何がうまくいかなかったの？オタクと人気者がいっぱいだけど、あの二人じゃないわ。お腹がすいた。ねえオタク、何？ピザ食べない？今日は割引なんだ。電話するよ。大きなピザを一つ。待っている間、二人とも忙しくしています。ピザです。やっと来た。ここに置いて。おっと、ごめんなさい。お支払いは？
もちろん。どうぞ。これは何？ああ、そうだ、ごめん。チップだよ。ありがとう。ああ、ピザ。